皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。3月2日、スタートエンターテイメント、旧ジャニーズ事務所のアーティストが出演するイベント、We Are Let's Get the Party Start の開催が明らかになった。旧ジャニーズにとっては、再スタートを示すイベントにもなっているようだが、ファンからは、不誠実すぎる。 もやもやする、とネガティブな声も上がっている。スタート、ドーム公演開催へ、メディアの報道先行でファンから不満噴出、タレントとの契約形態について説明求める声も。スタート、ドーム公演、We are,Let's get the party start, 開催へ、創業者、ジャニー喜多川氏、2019年に死去。 のせ加害問題を受け、解体的出直しを図ることとなった旧ジャニーズ事務所。昨年10月2日に記者会見を開き、同社は被害者の保障、救済に対応する会社になると宣言した上で、新たにエージェント会社を設立すると発表した。いつでも遊べるオンラインスロット、ポイントゲットで豪華景品交換、PR、 そして、同12月8日に新会社、スタートエンターテイメントの代表取締役 CEO、最高経営責任者にコンサルティング会社、スピーディの福田淳社長が就任。井ノ原義彦が取締役 c e o 最高執行責任者に就いた。そんな同社は、 今年3月2日に公式サイトを更新。今年4月1日から正式に始動すると報告し、それに合わせて4月10日に東京、東京ドーム5月29、30日には大阪、京セラドーム大阪でイベント、We Are、Let's Get the Party Start を開催すると告知した。 主にデビュー組のグループが登場するといい、東京と大阪公演で出演者が一部異なっている。チケット代は1万5000円。全席指定、税込み、で、ファンクラブ、以下、FC、会員を対象に東京公演から申し込み受付がスタートしました。3月2日午前11時から5日午後12時まで。 開催発表時点で、木村拓也をはじめとするソロ活動中のタレントや、デビュー前のジュニアらの出演は判明していません。ただ、チケット申し込みの際の、受付対象 FC、には木村やジュニア情報局、ジュニアの FC 組織、なども含まれており、同イベントの公式サイトでは3月4日時点で、&more、 原文ママ、イカドウとも記載されているため、今後出演者が追加される可能性は高いでしょう。ジャニーズに詳しい記者。スタートがドーム公演開催も、メディアの報道先行で、ファン後回し、と不満紛失。昨年は、毎年恒例だった東京ドームでの年越しコンサート、ジャニーズカウントダウンライブ、 が開催見送りとなっただけに、スタート税の集結を楽しみにしているファンも多い。一方で、そもそも週刊誌に情報が流れている時点で信用ない。各メディアに発表するよりも、先に FC 会員にメールを送ってよ。まずはファンに向けて発表してほしかった、などの不満も続出。というのも、2月20日発売の 女性自身公文社や21日配信の同志ウェブサイトの記事はスタートサイドが盛大なイベントを開催すると報道記事内で芸能関係者が4月に恩返しと新会社の門出を祝う意味を込めたライブを計画しています会場は東京ドームとコメントし演出は嵐 松本潤が担当するとも伝えていた。さらに26日発売の女性セブン小学館は4月10日に東京ドーム5月29日30日に京セラドーム大阪でスタートがお披露目イベントを行うと報じていたのだ。3月2日の発表当日も スポーツ紙やウェブメディアが先行して開催情報を掲載。その後、案内メールが FC 会員の元に届いたため、ファンが後回し、になっていると感じた人も少なくなかったのだろう。スタート、タレントとの契約形態発表されずファン、置いてけぼり、イベント前の、説明、を求める声も、また、 タレントとスタートの契約形態に関する疑問の声も続出している。昨年10月2日の会見で、スマイルアップ代表取締役社長に就任した東山紀之は、今後設立する新会社、現スタートエンターテインメントに関して、希望するタレント個人や、 グループが設立する会社と個別に契約を結ぶエージェント会社といたしますと説明加えて若手タレントなどはエージェント契約形式ではなく新会社に所属することもできるということになりますジャニーズ事務所に所属するタレントたちのうち新会社と一緒にやりたいという意思確認ができているメンバーからは それぞれがファンクラブを通じてお知らせしていきます。と、アナウンスした。3月4日時点で、大半のタレントの契約状況は公表されていません。なお、KAT−TUN 中丸雄一は1月20日に自身の YouTube チャンネル、中丸銀河チャンネル、でいった生配信の終盤で、契約問題に言及。まず前提として、 この契約については本来言わなくてもいい範囲だと思うんですけど、と前置きした上で、僕は極力早く発表しちゃいたいなと思っちゃったんですよね、と明かしつつ、エージェント契約とマネジメント契約のミックスでさせてもらいましたね、と、ファンに伝えて言います。どうこうした状況とあって、今回のイベントに対してネット上のファンは、 契約形態発表する前に先にライブ発表をするの。タレントがどんな契約になったのか、私たちにきちんと知らせてもいいのでは。ファンを置いてけぼりにしないで、と不信感を募らせ、応援するタレントの今後の体制もよくわからないまま、金だけ出せ、と言われてるんだから怒っていいでしょ。イベント前に説明してほしい。 と嘆く人も。開催発表の段階ですでに波乱含みの We a r e レッツゲットザパーティースタート一体どんなイベントになるのか。一部報道の通り松本は関与するのか。続報に注目が集まる。どこだと思いますか次は CU でした。